おはようございます。今日は8月11日午前8時半ですね。ちょっと今日8時からサーフィンする予定だったんですけど、ちょっといろいろゴタゴタしてて、今から海に向かいたいと思います。いやー、久しぶりのサーフィンですね。1時間300バーツなんで、とりあえず2時間ぐらいやろうかなって今考えてます。多分ね、体力が全くないと思うんで、そんなに長い間できないと思うんですよね。まあ沖に出れるかどうかっていう問題が結構あるし、今日は風がどうかっていうのもちょっとまだ海に行ってみないとわかんないんでね、とりあえず行ってみましょう。いやー、サーフィンっていうのはめちゃくちゃいい運動になって、なんていうかな、持続的な体力もいるし、瞬発的な体力というか筋力というか、そういうものも必要になってくるんですよね。まあ、常に波のポイントを探りながら漕いでいないといけないし、沖に出る時のパワーと波に乗る時のパワーっていうのに瞬発力がいるんですよ。だからね、かなり体力使うし、僕昔サーフィンしながらプロテイン飲んでて、その時の影響で結構肩幅が大きくなったりとか、体がっちりしたんで、結構体作りにはおすすめですね、サーフィンは。で、やっぱ楽しいんですよね。波の上を滑る感覚ってやったことある人にしかわからない楽しみですから、まあ言ってしまえばジェットコースターの一番上からぐわーって下る時の感覚、そこに対して自分のパワーも加えるっていう感じなんですよね。で、一回乗ってしまえばもうあっという間に終わってしまいますから、それをいかに長く滑るかっていうのがサーフィンの醍醐味ですよね。で、毎日波っていうのは形を変えますし、いつも違う顔の海が待っているということで、本当に日々違う海に出会えるっていうのもね、面白いですしね。で、今日行くところはですね、サーフスクールもやってるみたいで、ちょっといろいろ教えてもらおうかと思います。僕昔やってた頃は独学でやってたんですよ。なので、まあ結構本とかネットの記事とか参考にしたりしてやってたりしましたけど、やっぱりプロに教えてもらうっていうことは上達への近道だと思うんでですね、ちょっと今日はいろいろ聞いてみたいと思います。ちょっとどっかで水着買わないとないんだよな。こういうとこにあるかな。 Hello Morning Morning On the beach? Oh, men. For men. For men. え? Boxer short? A boxer short? Yeah. It's okay? 海? She, no. she.Huh? Oh. Lady, oh? No, no. For you. Oh, yeah. Oh. Discount? $100? Oh. You, $150, okay? Oh, okay. これでできるかな? Surfing. Surf pants, okay? Yeah. On the beach, it's good. どうするか? Only $150. $150. Yes.OK, this one. OK. Thank you. Size, OK? Size? Yeah, you can try. よいしょ。OK. OK, OK. You have a needle. OK. よし、なんか手に入れたぞ。これが150バーツだから、600円ぐらいか。まあ安い方でしょう。今めちゃくちゃ体調が良くて、もう昨日までというか、ベトナムにいた頃の体調の悪さは、どこ吹く風という感じで。おう。いい感じやね。ここまで波が来るんだ。結構こっち側まで来るんだね。やばい、興奮してきた。やっぱおいいね、いい波かもしんない。なんかショートでもいけるかなこれね。うわー、楽しい。走れ、ショップに急げ。ショップどこやったかな。すげえ、いい波。しかも朝はそんなに暑くもないし、
マジで最高やね。やっぱ朝だね。午前中にサーフィンをするっていうのが最高。いやー結構遠い。この海までの道のりが遠い。それがたまらん。いや人も少ないしいいね。朝だから人が少ないんすよ。だからほとんど波独り占めって感じ。うわいいな。やべえマジ気持ちいい。これはなんか向こう側の波の方が良かった気がするな。こっちにショップがあったはずなんやけどな。あったあった。まあ、この辺でもロングならやれんことはないか。まあまあおっさんに聞いてみよう、どこがいいか。いいね、朝から波乗りですよ。うわあの辺とか乗れそうだもんな。ロングだとまあ旋回力はないけど、まっすぐ滑る分にはこの辺でも全然いけるね。さすがジープだね。着いたぞ。Good morning. Ah, Winter? Good morning. How are you? 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 How are you?あのオフィス、僕のオフィスあるから、あの荷物とか荷物ね、うん、いろいろ。1時間300バーツ1時間で300バーツ。今日どう、波は？今日は OK。 OK、 最初はあの朝やろう、うん、昨日と見たいじゃないでしょ、うん、昨日はあの浴衣くらいだったらちょっと風が多い、うん、踏んであの見て風ない、うんうん、昨日言ってたんだろ、うん、踏んでどうしようかな、料金は料金で先に払う、先に払う。でも、うん、ほんで、あの1時間なんだけど、うん、でもあの波少ないだったら1時間半でいいです、うん、大丈夫、時間は大丈夫。例えば3時間でちょっとディスカウントとか、3時間ディスカウントでいくらくれるんですか、今、うん、700ぐらいしかない。750750で、OK。OK。OK。Sorry。Thank you。いいです。でも時間は、ちょっとわかんない、まだ。何時間やるかわかんないけど、体力的にも。うん。いいよ、あの、3時間をレントして、うん、踏んで、海入って、うん、疲れるんだったら帰ってきて、2時間でフィニッシュ。うん、踏んで、また行って、あ、また行って。でもいい。OK、OK、OK。踏んで、スノーボードだったら、うん、行けないんだったら、チェンジでもできる。あ、チェンジね。うん、どこがいいの？ここら辺でいい。ここら辺でいい。もうここら辺と、うん、ここら辺。ここのエリア。ちょっと波が来るまで待って、うんうんうん、あれぐらいいける、うん、うん。あっち、あれぐらいだったらいける。ああ、そうそうそう。だって、今日はちょっと簡単。うん、簡単。で、あの、セットみたいな感じ、波。波セット。あれぐらいね。あれいいね。ああいいよ。いいね。ちょっと。おお、うん、いい感じ。いい感じやろ。僕でも乗れない。僕乗れない。乗れないだったら、あの、うん、あと、あの、みんな、うん、みんな行く？行くだったら、うん、海で教えてあげる。ああ、うん。ちょっと準備します。オッケー。了解。とりあえず先に、うん、これ。いくら？4,5,6,4 あの何木枠やろ、木枠だったら、今700しかないよ。750 OK OK で先に払っとくから、うん、もし2時間とかで終わったら、うん、ちょっとバック OK 了解で時間とか、あ時間ね、うん、OK OK OK、おーいいね。例えば2時間だったら、うん、まあ600切って、うん、Okay. 2時間500 でも、okay. いいよ、okay. あいいよ。Thank you, friend. でも行ってみないかわからない、何時間やろう、そう、ね、やろう。だって天気でもいいし、そうそう、風ないし、うん、おみんな準備やれ、みんな準備。今から9時から今から、ああの10時くらい、9時くらい、何天気の人が来てくるの、4人、うん、おー、うん、岩、石とか、石とかはない、ないすごいね。あれ借りてもいい、うん、いい、
Okay. S size? S size. あ、赤が。赤がいいか。あ、でもあれだから、黄色だから、色があれだから。これですか。Okay, okay. Okay. なんとですね、ラッシュガードは貸してくれるんで、買わなくてもいいと。多分水着も多分ありますね。買わなくてもよかったわ。OK。OK。荷物どこ？荷物。じゃあ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 。ああ。本。本。だって。よいしょ。OK。よっしゃ。行くぜ。Okay. Okay. This one, right? Oh. Dare. Ah, short. What is it? Beginner. Oh, beginner. Okay. Okay. Oh. Ah, long. Ah, long. Yeah. Fanboard. Okay. Fanboard. Okay. Yes. Because soft fin. Ah, soft fin. Soft fin. Then hit. Okay. No problem. Ah, okay. Better.うん、ベタ？ Yes. OK。 いいね。グッドウェーブ。 Yeah, today night wave, night wave. うん、ナイスウェーブ。パドル？うん、パドル。うん、ね、あー、スロー？パワー。あ、パワー。パワー。Behind. うん、うん。When coming to here, boom! More little bit. One, two. And where take you go? Ah. Try stand up.あ、スタンダー、OKOKOK、okay, okay, okay. 先生、先生バイアンデバッグ、OK OK、okay. うん、うん、よし、あー、危ないこっちか、これ、あ、こうか、こうね、 Yes、 よいしょ、久しぶりだな。さあ、沖に出れるかどうか。水温は、あ、やっぱあったかいね。いいね。どこぐらいまで遠わさないやろ。うわ、結構来るね。行け行け行け、よいしょ、おう、よいしょ、久しぶり、楽しいね、こんな感じで、やばいやばいやばい、割れる、どのぐらいまで行く、結構沖まで来たね。やばいやばいやばい。結構でけえぞこれ。死んでるだ。うん。釣ってるかな、これ。釣ってるな。うん、いい感じだね。で、こっちから波が来たと思ったら漕ぎ始めると、まあ、こんぐらいでもいけんだな、ちょっと。よいしょ、結構流されるから、これ多分。
これぐらいならいけるか。やばいやばい。あ、来た。よし、行くで、これで。うわ、方向が変えられる。おお、来た来た。でかい波来たよ。うわ、でもちょっとあれか。ちょっとでかいな。うわ、どうしようか。もう体力が切れてきた。ここらで一発乗りたい。これ乗るぞ。きついか、これ。仕事はここ。見て。あ、ここ白いの。うん。あ、ここな。うん。ここ。ああ、ここらへん。見てみて。行ってみる。16ね。いやー、楽しいね。やっぱサーフィン時間を忘れる。2時間があっという間でしたよ。で、来月の16、17日になんか向こう側のビーチでコンテストがあるみたいで見に来いみたいな感じで言われましたね。ていうかまだ俺と同じぐらいに始めた おっちゃんがまだやってるね。ああ、あそこ白いね。白いビーチ。ああ、小さいビーチ。おお、小さい。はい、うん、はいでさ、うん、あそこ波一番いいところ。おお。でも。ロックがいっぱい。ああ。ロックいっぱい。いっぱい。な、ロック。ああ、岩ね。ああ、そう。ああ。それが、なんか何、プロフェッショナルとか。あ、プロフェッショナル。エッドワンスピーボードが。うん。オッケー、いける。インドメディアも。ビギナー。ここはビギナー。うん。ビギナー。2回さっき乗れた。2回だけ。難しい。頑張って、頑張って。場所がわからない。ここはここ。ああ、あれいいね。あれがいいよ、あれ。うまい。うまい。じゃあ。うまい。あの人の近くにいたらいいの。うん、すごい。すごい。よいしょ。ああ、最高だ。あんまり奥に行かなくてもいいのか。なんか赤くなったな、ここ。ずっとここにいたいな、もう。一日中サーフィンしてたい。やっぱサーファーって体つきがめっちゃいいっすよね。絞られてる人が多いというか。ショートボードに変更しました。ビギナーがやるもんじゃないみたいな感じで言われたけど。情報を取った。そして GoPro の充電が多分途中で切れるんで、それまでに乗りたい。
おお。一番光るお前がいる。初めて一つになったよ。夜空で響け愛の歌。いやーマジ最高だった。また来たいねこれは。ヘロー、開いてる？開け？ああ。ヌンパオ。すごい。